俺の名前は桜真也。家族がいる34歳の俺は無職になってしまった。よくある話だと思うが、上司のミスをなすりつけられクビ。強引な先輩でみんなからも恐れられていたため、俺の味方などおらず、そのままミスをかぶってしまった。そんな俺は帰って妻に報告するのをためらい、公園で道草を食っていた。クビになったなんて言ったら、ああ、どう説明すればいいんだよ。時間が過ぎれば過ぎるほど、帰るのがだんだん億劫になっていった。すると、近くで少女が嫌がっている声が聞こえた。やめてください。ちょっとだけ俺たちについてきてくれればいいからさ。俺はただごとではないと思った。声の聞こえる方に歩いていくと、そこには中学生くらいの少女が柄の悪い二人に絡まれていた。俺は喧嘩が強いわけでもなく、男性二人に挑む勇気もなかった。どうすれば。周りに助けを求めようと見渡すが誰もいない。この子しつこいな。そろそろおとなしくしねえと無理やりにでも連れてくぞ。くそ、このままじゃ。俺にはあの少女と同じ年くらいの娘がいる。自分の娘のように感じた俺はほっとけるわけがなかった。正直怖かったが、勇気を振り絞って助けに入ることにした。あの、この子嫌がっているじゃないですか。はあ？なんだお前。おいおい、邪魔すんじゃねえよ。お願いです。助けてください。少女は必死に俺に訴えてきた。やめてあげてください。少女を掴んでいる手を掴んだ。この手離せや。てめえ、俺らに指図すんのか？俺らの総長に言えば、お前なんて抹殺されんぞ。柄が悪いとは思ったが、予想外なことにこいつらはヤクザだった。指図だなんて、ただこの子が嫌がっているので。俺はとりあえず手を離し、引き気味になってしまった。するとちょろいと思ったのか、弱気の俺を見て二人は詰め寄ってきた。何？俺らにビビってんの？こいつビビっているくせに助けようだなんてアホだろ。まあまあ、こいつにも親切心があったんだろ。勝ち目ねえの分かったんならとっとと行け。少女は俺が詰め寄られているのを心配そうになりながらも、見捨てないよう目で訴えていた。こんな子を放っておけるわけがない。俺はこの状況をチャンスだと思い、男二人の服を力いっぱい強く握りしめた。ほら、早く、今のうちに逃げて。でも。少女は俺を置いて逃げることに戸惑っていた。俺のことはいいから、早く。くっそ、お前、この手離せ。はい、逃げたらどうなるか分かってんのか？いいから、早く逃げろ。ごめんなさい。少女はそれだけを言い残して全速力で走っていった。すると少女を逃がした俺に腹が立ったヤクザ二人は、俺に怒りをぶつけるように当たってきた。お前のせいであいつ逃げたじゃねえか。どうしてくれんだよ。どうなるか分かっててあいつ逃げたんだぜ。助けてもらったお前のことなんてどうでもいいんだとよ。そんな奴のこと助けたことを後悔することだな。ちょっと待ってくれ。俺はただあの子がかわいそうだと思って。ほら、あの子嫌がっていたじゃないですか。嫌がっていた？そんなもん俺たちにはどうでもいいんだよ。嫌がろうが何言おうが、俺らが連れてくことに変わりなかったんだよ。それなのにお前が邪魔したんだろ。俺たちに何されてもいい覚悟で身代わりになったんだろ。それなら文句ねえよな。さっきも言ったように、俺は喧嘩が強いからと自信満々にあの子を救ったわけではない。覚悟はして助けたが、さすがに男二人に詰め寄られて恐怖を感じた。
そしてその後はひたすら殴られ蹴られた。それでもあの子がちゃんと家に帰れたかが心配で何もないことを願っていた。せっかく俺らが見つけた獲物を、こんなんで許されると思うなよ。すみませんでした。もう勘弁してください。はあ？まだまだこんなの序盤だぜ。ほら、あの子の分まで楽しまさせてくれよ。早くヤクザたちの怒りが静まることを願って、俺は耐えるしかなかった。誰か、助けて。俺が力いっぱいの声を出して助けを求めたとき、お前ら何してる？警察が現れた。くそ、なんで警察がいんだよ。逃げるぞ、春季。あいつ、交番に行きやがったな。お前、覚えてろよ。必ずお前のこと見つけて、このお礼はさせてもらうからな。お前ら待て。顔がバレて逃げ切れると思うなよ。俺はあいつらを追うから、この人任せた。はい。一人はヤクザを追いかけ、一人は俺に駆け寄ってくれた。大丈夫ですか？ありがとうございます。でも、どうして？少女が交番に走って教えに来てくれたんです。すごく必死で、これはただごとじゃないって思って駆けつけたんです。そうでしたか。助けていただきありがとうございます。あの、女の子は？大丈夫なんですか？もう一人の警官がちゃんと自宅まで送っていますよ。お礼を言いそびれたからあなたに会えるのを待つと言っていたのですが、もう夜も遅かったので。よかった。ちゃんと家に帰れたんですね。はい、大丈夫ですよ。俺はその言葉を聞いて一気に力が抜けた。大丈夫ですか？立てますか？あ、はい。なんだか力が抜けてしまって。きっと自分のことよりもあの子を助けることだけを考えていたからですね。実はあいつら最近ここら辺をうろついてるヤクザなんです。見回りを強化するもなかなか実行犯を特定することができなくて困っていたんです。被害届も何件か来ていたので、一刻も早く何とかしないといけなかった事案でした。でも、あなたのおかげであの子も助かって、あいつらもきっと捕まります。勇気を振り絞っていただき、こちらこそありがとうございます。これで被害がなくなると思えば全然。自分にも同い年くらいの娘がいるんで、自分の娘だったらと思うといても立ってもいられなくて。勇気ある行動ですよね。怖い思いしたのに、立派なお父さんですね。一人で帰れますか？よかったら送りますよ。いえ、一人で帰れるので大丈夫です。そうですか。それでは、お名前だけでも教えていただいてよろしいですか？さくら深夜です。それより、あの人たちを捕まえてあげてください。きっともう一人の警官が捕まえてくれているはずですよ。ですが、お言葉に甘えて私は応援に駆けつけます。くれぐれも気をつけて帰ってくださいね。はい、ありがとうございました。俺は重い体を引きずる思いで、痛みを我慢しながら家へと帰っていった。ただいま。ちょっと、どうしたのその傷。なんでもない。とりあえず風呂入るわ。そんな怪我、何でもないってことないでしょ？ちゃんと説明してよ。大丈夫だから、心配しなくていいって。疲れたからとにかく風呂入って寝るわ。また今度でもいいから、ちゃんと話してよね。妻に説明する元気もなかった俺は、お風呂に入ってすぐに眠りについた。自分が今日会社をクビになったことなどすっかり忘れ、思い出したのは翌朝だった。翌朝。起きて、朝だよ。おはよう。この時だった。クビになったのを思い出したのは。はあ。妻に昨日の説明もしていない。
妻がいつも以上に明るく接してくれているのはきっと昨日の出来事のせいだと気づいた。きっと俺が話をするまでは聞いてこない。いつ話そう。俺はそんなことを頭の中でぐるぐる考えていた。何？ぼーっとして。早く用意しないと遅刻するよ。あ、うん。用意しないとな。張り切って朝ごはんを用意してくれている妻に、クビになったなんて言えなかった。心配される前に俺はいつも通り支度をして、とりあえず家を出た。行ってきまーす。平静を装うってのも辛いな。そんなことを考えながら、とにかく歩き出した。一日どうやって時間潰そう。とりあえず満喫でも行くか。早々に仕事を見つける気にもならず、その日は仕事の終わり時間になるまでゆっくり過ごした。次の日はさすがにこの状況に焦りを感じ、ハローワークに通った。もちろん妻にも娘にも内緒で、この年からの再就職など容易なものでもなく、簡単に次の仕事などを見つけることはできなかった。いつまでこの状況が続くんだろう。とにかく次の仕事が見つかったらすべて話そう。それならきっと心配させることなく伝えられるはず。この時の俺は嘘をついている罪悪感よりも心配させないことだけを考えていた。そして再就職しか頭になかった俺にはこの前の事件などすっかり頭から消えていた。クビになって3日目。この日も俺はいつも通りに家を出てハローワークに行こうとしていた。行ってきまーす。再就職に早くも挫折しそうになっていたが、なんとか明るく振る舞っていた。早く就職先見つけないと。そう思いながらハローワークに向かおうとすると、家の前には黒塗りの高級車が止まっていて、ただならぬ雰囲気を感じ取った。もしかして、俺はこの前のヤクザが来たのかと焦った。家には妻がいる。このまま家に入るわけにはいかなかった俺は、恐る恐る近づいた。携帯を片手に、何かあればいつでも警察を呼べるように。しかめっ面で窓を覗くが、スモークが張ってあり見えない。すると車の窓が下がり、そこにはこの間助けた少女が乗っていた。お父さん、この人。え？お父さん？少女は急に俺を指さした。すると少女の父親が車から降りてきた。あなたが私の娘を助けてくれた方ですか？すると少女も車から降りてきた。この人がこの前私を助けてくれた人だよ。私、あの時ものすごく怖くて、助けてって叫ぶこともできなくて。でも、あなたが私を見つけてくれたから、私の代わりになってくれたから。この前はお礼言えなくて申し訳なくて、本当にありがとうございました。少女は俺の手を握りながら感謝してくれた。私の娘を助けてくれるなんて、あなたは命の恩人です。少女の父親も同じように俺の手を握りしめてきた。え？俺は少女の父親の顔に見覚えがあると気づいた。あの、もしかして社長ですよね？やはりすぐ気づくもんなんだな。こんな偶然ってすごすぎると思わないか。体を張って助けてくれた命の恩人が自分の部下だなんて。本当に僕も驚いています。まさか社長の娘さんだったなんて。まさかの少女の父親は俺がクビになった会社の社長だった。3日前娘から事件の話を聞いてすぐに警察に話を聞きに行ってね。お礼をちゃんとしたいから名前だけでも教えてくれって言ったんだよ。そしたら君の名前を聞いてね、聞いた瞬間にピンときたんだよ。
その日にクビになった人と同姓同名だって。それは理由がありまして。クビになったことを後ろめたくなりうつむいた。そんなことはもうどうだっていいんだよ。とにかく娘がどうしても君にお礼が言いたいと言っていてね、こうして君の家まで来たんだよ。もちろん私からもちゃんとお礼を言いたくてね。お礼だなんて、僕はただ当然のことをしたまでですよ。こんな怪我までして娘を助けてくれて本当にありがとう。そんな、全然、こんな怪我大したことないです。それでね、お礼に行く前に君のことを会社の子たちに聞いたんだよ。クビになるようなことをする人が怖い思いをしてまで見ず知らずの女の子を助けるとは思えなくてね。そしたら会社の子の一人が妙なことを言うんでね、調べさせてもらったよ。妙なこと？君がクビになったのは間違いだって言うんだよ。君はしてもいないミスをなすりつけられて辞めざるを得なかったんだと。そんなことを耳にした以上、私には調べる義務があると思ったんだよ。そういうことでミスについてもちゃんと調べて報告させたんだ。本当にミスした人物が分かったから、しっかりとそいつに処分を下したんだよ。自分がしたことを他人になすりつけるなどありえん話だからな。そうでしたか。けれどその件については、私があの人に言い返せなかったのが悪いんです。事実をちゃんと報告しなかったこと、本当に申し訳ありませんでした。君は何も悪くないよ。確かに事実を報告しないことは悪いが、誰に聞いても君のことを悪く言う人なんていなかった。それは君が私の会社で頑張ってくれていた証ではないかね。とんでもない。社長にそう言っていただけるだけで光栄です。娘を助けてくれたから分かったことで本当に申し訳ないと思っている。そうでなくても気づいてあげなければいけないことなのに。事実がちゃんと明るみになってくれたなんて想像もしていなかったことなので、僕自身も諦めていたと言いますか。それでね、その罪滅ぼしと言ってはなんだが、もう一度戻っては来てくれないか。もちろんただでとは言わない。昇給と昇格もちゃんと考えさせてもらっている。こんな理不尽な思いをした君だからこそ、みんなの上に立って働きやすい環境づくりを任せたいんだ。これは強制とかではなくて、もし君がこんな会社は嫌だと思っているなら断ってくれても構わないが。そんなことありません。ぜひ社長の希望に添えるようしっかりと務めさせていただきます。こうしてただの平社員ではなく部長として会社に戻れることが決まった。よかったよ、君がそう言ってくれて。娘から聞いてすぐに来れなくて申し訳なかった。ちゃんと調べた上で会いに来ようと思ったら時間がかかってしまってね。クビになった人だなんて分かったら、念のため素性を調べた方がいいと思うだろう。そのおかげで事実が明るみになったわけですし、僕からしたら本当にありがたいお話です。こちらこそわざわざお礼に来ていただきありがとうございます。僕からもお話いいですか？ん？何か要望かね？いえ、社長の娘さんに。あの、僕もお礼言わなくちゃと思っていたんだよ。あの時交番に走ってくれてありがとうね。おかげで警察がすぐに駆けつけてくれて助かったんだよ。でも私のせいですよね、この傷。女の子の顔に傷つくよりよっぽどマシだろ。今でも助けたことに後悔はないし、むしろ助けなかった方が後悔していたと思うからさ。僕の傷なんて気にしなくていいから。本当にありがとうね。すると少女は満面の笑みで笑ってくれた。社長、こんなことを聞いてもいいのかと思うのですが、あの後犯人捕まりましたか？ああ、
次の日だったかな。君のおかげで捕まえることができたと聞いた。警察が言っていたよ。顔を特定できなかったら捕まえることはできなかったと。もし今もまだ犯人がここら辺をうろついているってなったら、娘は怖くて外を出歩くことができなかったと思う。本当に君には感謝してもしきれないよ。そうでしたか。本当によかった。僕にも社長と同じ年くらいの娘がいるので、捕まっていなかったら怖いなと思っていたんですよ。やはり親というものは、子を守るためなら何だってできる生き物なんだな。そうですね。では、今日はこのくらいに。明日からまた出社、頼むよ。はい、ありがとうございます。明日からまた、頑張ります。娘を助けてもらったお礼は、また後日ちゃんとさせてもらうね。本当にありがとうございました。こうして親子はまた高級車に乗って帰っていった。仕事を探す理由がなくなった俺は家に入った。あれ？忘れ物？俺はこの3日間の苦痛から解かれた嬉しさで妻を抱きしめた。何何？急にどうしたの？妻は少し照れくさそうだった。ちゃんと俺が話すまで何も聞かないでいてくれてありがとうな。この前のこと？うん、さっきちゃんと解決できたから全部話したい。聞いてくれるか？当たり前じゃない。この後、今までの話を妻にし、驚きながらも冷静に話を聞いてくれた。妻は俺が黙っていたことを責めることなく、ちゃんと話してくれてありがとうと感謝してくれた。そして、そんな無茶はもうしないようにと少しだけ怒られた。社長が言っていた少女を助けたお礼とは旅行だった。家族で旅行にと有給を使った上で、1週間の旅行をプレゼントしてくれたのだ。私は君が娘を助けてくれたことで、家族の大切さを再確認できたんだ。社長というのは時間に余裕がないもんでね。家族に寂しい思いばかりさせてしまう。君はそんなことないように、たまには家族の時間を大切にしてくれ。そんな思いからの旅行では、妻や娘のことを第一に考えた旅行を選んだ。妻も娘も大喜びで、いい家族サービスをするきっかけをもらって、さらに仲が深まったと感じた。少女がお礼を言いに来てくれた次の日の夜、今回の件で、俺には社長がくれた旅行よりも嬉しいことがあったのだ。お父さん。ん？どうした？俺の娘は中学生、反抗期真っただ中だった。そんな娘が話しかけてくれるのなんていつぶりだと少しドキドキした。あのさ、友達から聞いたんだけど。うん。この前助けた女の子。ああ、社長の娘さん。なんでアイナがそんなこと知っているんだ？お母さんから聞いたのか？ううん。お母さんからは何も聞いていないよ。その女の子ね、私の同級生で仲いいの。助けた時、自分の娘くらいの年齢だろうとは思っていたが、まさかの偶然に驚いた。アイナの友達だったのか。あの時、アイナと同い年くらいの女の子だなとは思っていたけど、そうか、そうだったのか。アイナがあんなにも怖い思いをしたらって考えたら、いても立ってもいられなくてな。自然に体が動いていたんだよ。すると娘は少し照れくさそうに。そうだったんだ。その時私のことを思い浮かんだんだ。なんだかお父さんらしいね。ユナを助けてくれてありがとうね。ユナ、ここの家の前に来てお礼言いに来たんでしょ？それで私の家知っていたから。ああ、それでか。ユナ、本当に感謝してた。私のお父さん、スーパーヒーローだ、なんて言ってたよ。少しアイナが笑いかけてくれた。
俺はそれだけで本当に嬉しかったのだ。そっかそっか、それは照れくさいけど嬉しいよ。傷大丈夫？あ、うん、もう平気だよ。アイナも今回みたいな事件に巻き込まれないように気をつけてな。女の子は特に危ないからな。うん。それからアイナとは少しずつだが話をしてくれるようになった。旅行の時もこのおかげでかなり思い出のある旅行となったのだ。偶然がかなり重なった事件だったが、俺は今でもあの時勇気を出した俺に感謝をしている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。